はい、今回は、流星戦の、一局から、山下敬吾九段対、許家元五世の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。山下さんの黒番ですね。はい、山下さんも三三ですね。はい、昔は打たなかった手ですけどね、山下さんは。はい はい、早速つけて、そうですね、この手がらしい手ですね。普通はこういうとこ下がるんですけど、はい、まあこのぐらいですかね。はい、打ち込みにはこっち開いておくとか、はい、まあ、こうやったらこちらに構えておくとか、はい、まあそういう打ち方をされるかなと思います。まあちょっとゆっくりしちゃうんでね、はい、こうやって戦いに持っていったのは山下さんらしい手です。このハウとかがね、なかなか相手の、手も崩してますんで、いい手ですよね。はい、まあ、ここに打っていればこういう出切りはまあこのぐらいでも、ちょっと、黒も怖いっていうことですね。まあ、抑え込むかもしれませんか。抑え込む。まあ、つなぎでも、はい。まあ、つなぐとでもこう打たれちゃうんでね。はい。まあ、ちょっと白も黒も出切りにくいということですね。はい。ここ一発様子見るのがね、はい、良さそうな手です。まあ、受け方を聞いた手で、こういう手は損しない手ですね。はい。まあ、こうやると、まあ、こういうような感じで、渡るでもね、後々出てきますし、まあ、こういう手はここが利きになってますんで、ちょっと、なんかこういうような感じの手がね、将来嫌ですよね。はい。そういう手を防いで、まあ、こういう打ちました。それからこう守る調子が、いいですね。はい。でもあれですかね、この場合は単にこれもありましたかね。これだと先手で打てそうなので、今見るとこれもありそうですね。普通に見て、普通にこうやって受けさせて、で白こちらに打つと。まあ、下跳ねまして、まあ、ここを陣にしようという作戦ですね。まあ、ただ、まあ、黒もここで生きなきゃいけないので、まあ、どうだったか難しいところではあります。はい、詰めて、なんか嫌ですよね、黒の形が。こういうところは、まあこういう手もちょっとこの手がぴったりで、ただ受け方もちょっと嫌なんですよね。こういう手はまだ渡りが残ってますし、こういう手もなんだか薄いんですよね。はい、まあちょっとこういうような手とかを気にしなきゃいけないので、頭出ていきたん言ったんですが、はい、コスミから、ここつながる格好が厚くてね、まあ白が打ちやすくなったのかなと思いました。まあ割り込みは手筋で、まあ伸びるとこうやりまして、ここ継ぐことができませんのでね。はい、まあこういうような格好で、まあここ抜ければ黒も厚いので 白はこちらに抜きましたね。こう切りに行ったんですが、
地はね、これ増えてない手なので、ちょっとこの生き方が辛い手ですよね。まあ、ちなみに、目を取るにはここしかないんですけど、これはこういうことですかね。次が先手で、まあ、ここも先手ですから、これでなんとか生きてるということですね。これはもたれ攻めで、なんかこちらに打つとこういう手が、調子が出てきますので、白は危ないんですね。なのでこれは仕方ないです。まあ、このような進行になりまして、この辺りはね、白厳しいですよね。まあ、この形で取れれば白も不満ないでしょうか。まあ、こういう手もね、自然とこちら消えるのでね、まあ、白は不満ないかなと思います。なんとか黒は食らいついていってるんですが、白もね、こうやって落ち着いてて、まあ、優勢を意識してるのかなと思います。羽継ぎは打たなくても生きてるんですけど、逆に羽継がれるのがたまらないということで、羽継ぎましたかね。そうですね。まあ、こうやって、まあ、捨てる、まあ、ぐらいが相場なんですけど、まあ、これではちょっと足りないと見ましたかね。まあ、こう一応襲いかかったんですが、このような感じで、すっきりいきまして、こう生きられてみると、この打った手があんまり成果はないので、まあ、良かったかどうかね。ちょっとこの時にこういうような手筋、まあ、これ出られて、あれですかね、結局ここ戻らないとなので、あんまり意味がないですか。こうやってね、こうやってからこうやろうとしたかもしれませんけどね、こう下がりが、いい手で。逆にこの石が負担になってきちゃいましたかね。こうで粘ったんですが、こう解消してね、やったんですが、これでね、まあ、つながってますので、ここ取られてしまっては、大きかったですよね。そうですね。まあ、白は、終盤ね、最強で打って、見事勝ち切った一局かなと思います。山下さんもね、勝負手放ってたんですが、不発とね、なってしまいましたかね。じゃあそんな感じでしたね、この後は。じゃあこんなところで終わりにしたいと思います。失礼いたします。